安心と希望の都市の実現に向け、変化を確かな成果へ。2022年度重点政策。2022年度は安心な暮らしと希望が実現する都市を目指す福山未来創造ビジョンの2年目となります。今回は2022年度の重点政策に位置づく新型コロナウイルス感染症対策の強化、都市魅力の創造、人口減少対策の強化の3つの柱と、これらを支える基盤となるデジタル化の推進の主な取り組みについて紹介します。新型コロナウイルス感染症対策の強化。長期にわたり生活や社会に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症の対策に万全を期します。広報医療機関への支援や検査体制の確保など、感染拡大防止策を徹底していきます。また市民生活や中小事業者への切れ目のない支援を行っていきます。都市魅力の創造。福山城築城400年記念事業や2025年の世界バラ会議福山大会の開催に向けた環境整備に注力します。また福山駅周辺の再生や魅力ある地域づくりなどを進めていきます。このほか抜本的な浸水対策などを着実に進め、災害に強い都市づくりに取り組みます。人口減少対策の強化。子どもの健やかな成長を支援し、希望の子育てが実現できるよう福山ネウボラを一層強化します。ミニ絵本の国や福山子育てママ応援スクールを開始するなど、親子の触れ合いの場をさらに充実します。また保育施設において医療的ケア児の受け入れ体制を整備します。デジタル化の推進。デジタル化の取り組みをさらに加速します。行政のデジタル化ではオンライン申請を拡大するなど、市民サービスの向上に向けて取り組みます。産業のデジタル化では IT ツールの導入から運用までの伴走型支援やセミナーの開催など、中小企業のデジタル化をサポートしていきます。地域のデジタル化では全学区でデジタル化を推進するリーダーを育成します。詳しくは電子版広報に掲載しています。広報福山で検索。